おばんでやというわけで本日はこちら六本木ヒルズにやってまいりました。今月もやってきてしまいましたね。証拠りもなく YouTube スペース東京にてハッピーアワーが開催されるということで、果たして今日はどんな出会いがあるんでしょうか。楽しみですね。なんとか YouTuber セレブの方と絡んで自分も登録者数増やしたい。それでは今日も張り切ってゲゲ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 はい、こちら YouTube スペース東京限定ラムネです。果たしてどんなお味がするんでしょうね。うん、味は普通ですね。ちょっとソーダソーダしたラムネです。はい、というわけでこちらはくるみんアロマさんです。はい、くるみんアロマです。はい、おはようございます。普段はどういった動画を、はい、普段はですね、コメディ動画っぽい感じの今やってるんですけど、はい、結構サマーソングにハマってて適当に歌ったりとかちょっと申し訳ないことをやってるんですけど、基本はヨガとか健康オタクなんで、おいろいろやってますね。ヨガとかアロマとかの教えたりとか。なるほど、ぜひチェックしてみてください。はい、というわけでこちら、としきさんです。普段はどういった動画を、はい、歌っている動画をアップして。なるほど、まあ今日は飲んでるだけなんですけどね。はい、いや皆さんもぜひよかったらチェックしてみてください。よし、おお、これはこれは辰巳じゃねえか。あ、どうも、辰巳ネットワークの辰巳です。いつか決着つけなきゃなと思ってたんだよ。ああ、対決しようじゃないか。やりましょうよ。結構大食いされてるっていうのも聞いたんですけど。ああ、まあな。僕のチャンネルによく出る兵庫ってやつがいるんですけど、そいつも結構食うんですよ。いや、お前じゃないの。勝負しようじゃない。はい、はい、というわけでね、相変わらず人見知りが爆発いたしまして、いや、何回来てもこの雰囲気にはなれませんね。いつしか大物 YouTuber になった暁にはこう我が物顔でね、イベント参加できるようになれたらいいなと思います。以上 YouTube スペース東京よりお送りいたしました。ありがとうございました。